あなたのテロ対策を教えてください。あなたのテロ対策を教えてください。林秀峰さんです。皆さんこんにちは。私は林秀峰です。私のテロ対策といえば、私のやり方、急に言われて、ちょっと漫然的な考え方を思い出すのはすごく難しいです。でも私の専門は外交なので、今までのアメリカのテロ対策を皆さんに紹介したいと思います。まずアメリカは自分の国内に外国人は、海外から入りたいなら、まずいろいろな書籍を申し込まなければならないです。そしてその関税のところは写真を撮ったり指紋を取られたりしなければならないです。そしてアメリカは自分で努力するじゃなくて、他の国々と一緒に協力してテロ対策を行っています。でもテロはただ海外だけじゃなくて、台湾にも最近つい台北駅で起こりそうになりましたよね。ですから皆さんは駅とか公衆の場所は怪しいものを見つけたら、ぜひ、少しだけでも気をつけた方がいいです。もし変なことがあったら、ぜひ、ニコロの警察とか通報した方がいいと思います。以上、私個人的なテロ対策です。ありがとうございました。今回のテーマは、私のテロ対策は、まずはテロ事件を起きた時は冷静で判断して、そして今の状況はどこか一番危ないのところは避けていきたいと思います。そして次はできるだけ自分の力ができるだけところを負傷者とか死んだ人を助けてあげると思います。そしてもし、また自分の、力ができるところは、警察を助けて不審者を注意する知っていきたいと思います。でも、本当事件を起きた時は、こうやって行けるのかどうかは分からないけど、一応これは私の考え方です。一応ご清聴ありがとうございます。先にアメリカにテロの事件があって、私のテロ対策に対して、大きなイベントを行きない方がいいと思います。もしできればテレビでマラソンを見て、バスケットボールの場所に行かない方がいいと思います。なぜなら、一番大きな事件は大勢の人がいるところでテロ事件の発生の機率は高いと見られます。日本もそうだし、ガスの日本の電車の駅でゴミ箱はないと知りました。その時私が日本のお友達の友人から聞いた、数十年前に日本の電車の駅で毒ガスがあって、だからゴミ箱は配置していないと聞きました。それからそれは私のテロ対策に対して
大勢の人が集まったところに行かない方がいいと思います。以上です。